六角綾子は、日本の女子野球選手、第4回アイブフ女子ワールドカップ日本代表。茨城県出身小学4年生で、兄の影響から、リトルリーグで野球を始め、中学は、軟式野球部でポジションは、投手、遊撃手。高校は、埼玉栄高等学校に進学し、女子公式野球部に入り、ポジションは、投手、二類手、三類手。中学では、 唯一の女子部員だったが高校では全員女子部員になりプライベートも充実したという。帝京平成大学に進学し、卒業とともに理学療法士の資格を取得する。2010年のアイブフ女子ワールドカップでは日本代表に選ばれ、大会では MVP と首位打者に選出された。国際野球連盟が発表した2010年の年間最優秀女子選手に 日本人として初めて選ばれた。男女を通じても初めてである。その後も2012年、2014年、2016年と女子野球 W 杯に出場し日本代表として活躍。近年は理学療法士の資格を活かしつつカーツトレーニングのトレーナーとして働きながら埼玉西部ライオンズ、レディースに所属し現役選手を続けている。 日本国内の各地で野球教室や講演会をしつつ、また香港、ニュージーランドをはじめとする海外まで女子野球の普及活動をしている。国際野球連盟公安の野球を普及させるための競技、ベースボール後の WBSC 公認インストラクターにも日本人で唯一選出され、キューバやマレーシアなどでベースボール後の普及活動にも尽力している。 2020年1月15日、埼玉西部ライオンズ公認女子野球チーム埼玉西部ライオンズレディースに移籍することを発表。背番号は侍時代に続き36。ありがとうございます。